ヒヌマイトトンボはトンボメイトトンボ科に分類されるイトトンボ。1971年に茨城県のヒヌマなどで発見されたことからこの和名が付けられた茨城町指定天然記念物。ヒヌマ後半にあるヒヌマ自然公園にこのヒヌマイトトンボ由来のイトトンボ橋という釣り橋がある。体長3センチメートルほどの小さなイトトンボ。 河口などの汽水域にある吉原などで生活している。オスの配側には黄緑色の点が4つある。英名の方、スポットミジェットはこの特徴から付けられた。また、メスはオレンジ色茶褐色であることが特徴である。日本、香港、関東省で1件のみだが、報告例がある。日本では東北から九州にかけて分布しているが、河川回収などによって、 生息地が減少し、絶滅危惧種に指定されている。また、2011年3月に発生した東日本大震災により、国内最北端であった福島県の生息地は壊滅した可能性もあると考えられている。ヒヌマイトトンボは特に日本で個体数を減らしており、各地で保護活動が行われている。例えば、三重県では、 石津川の河口にあった吉原を移植して、ひぬまいととんぼうの保護地域として管理している。ありがとうございます。